はい、こんばんは、みそらです。6月の4日満月の夜のラジオ、今回もお届けしていきたいと思います。ですね、6月は人とのつながりっていうテーマがあります。で、新しい居場所を作るっていうテーマで今日はお伝えしていこうかなと思ってるんですが、新しい人間関係の構築だったりとか、ここから再出発していく方だったりとか、あとは大きな意味でこの時代の流れも結構変わってきているなっていうふうに私自身こう身近に感じる情報の中で結構感じていて、なんかその辺の話もちょこちょこお話ししながら、今日はまたゆるく満月の夜を皆さんと一緒にシェアしていきたいなと思います。で、結構スピリチュアルな感覚的に言うと、この6月ってどちらかというと休憩的な1ヶ月になってくると思うんですね。一旦のこう休憩で、今ここで少し立ち止まって過去を振り返っていくっていう時期に入ってきます。で、今日は結構大きなテーマで、こう時代の流れっていうことも少し踏まえてお話しするので、すごく大きなことになってくるんですけれども、結局その大きなテーマが今月の6月の大事なことにつながっていったりとかもするので、ちょっとね、おいおいお話ししていこうかなと思います。で、私自身も結構5月の1ヶ月の流れの中で自分のその過去ですね、過去に対しての受け止め方みたいなものがすごく変わってきたなっていうのを実感していて、あとその身近でなんか目で見たりだとか耳から入ってくる情報の中で、本当に時代が風の時代にもうよりシフトしていっているんだなっていうのをすごく実感している今日この頃、最近でもあります。はい。で、ここから、6月から紡いでいくこととして、すごく大切なことが、私的に感じていることが、自分の居場所を築いていくっていうことがすごく大切なんじゃないかなと思います。なんかこう自分がその場所にいて、すごく楽だなとか、なんか飾らずに見栄を張らずに素の自分でいられるなとか、例えばこの人にだったら信頼して、なんか時にネガティブなことだったりとか、お仕事のね、愚痴とかでさえも信頼して、なんかこうお話できるなとか、そんな風にその自分が自分でこういられる場所っていうのを紡いでいくと、すごくここからの時代の流れに乗っていきやすいじゃないかなって私は思ってます。で、それはどうしてかっていうと、この風の時代っていう時代がすごくこの自分の居場所っていうことに対してキーワードになっていて、なっていると私は思ってるんですけど、身近で時代の変化を感じたこととして、この間ネットのニュースかなんかで、画家の絵描きのですね、ピカソっているじゃないですか。多分ムンクの叫びとかが有名なのかな。なんか結構奇抜な絵を描く、すごく有名な、知らない人はいないですよね、きっと、のくらいのその芸術家の方。そのピカソの絵がなんかね、最近価格がすごく下落してるんだそうです。価格が落っこっている。一昔前だったら結構その何億とかで落札されてたピカソの絵が、今この時代になって今この時代になって、落札価格が50万円くらいまで落っこちたんだそうですっていうニュースを、なんか私携帯かなんかで見たんですね。で、と思って、なんでだろうなってこう、思った時に、なんかこれもそれぞれのなんかその価値観が
確立してきているのかなっていうことを感じて、これもなんか一種の風の時代の影響なんじゃないかなみたいなことを私はなんか感じたんですよ、そのニュースを見た時に。すごいあくまで私的な感覚なんですけど、まあ、別にそのピカソの絵がね、あの価値として下がったっていうわけでもないし、あの今でもねピカソの絵がすごく好きっていう方はたくさんあの世の中にいらっしゃると思うんですけれども、でも今この時代って結構風の時代になってるので、世の中とか世間の常識っていうのがある種通用しなくなってきている時代なんですよね。結構その今は風の時代 で一昔前が地の時代だったんですね。地の時代ってエレメントで言うと土なんですよ。土のエネルギーが強い時代だったので、割とその土って何かを固定する力とか安定的な力がすごくあったりだとか、あとはその物質的なことに価値を見出していく時代が地の時代だったんですよ。なのでなんていうのかな、大多数の人がすごいって言ってるからすごいんだとか、何か賞とか肩書きがあるから価値があるんだとか、なんかそういうことにとらわれなくなってきているなんか時代だから、ある意味でプロとか素人とかそういうのも今って本当に関係なくなってきていて、みんなが同じスタートラインに立っていけるし、同じ土俵に立っていけるような、そういうこう自由な時代が来ているんじゃないかなっていうことをあのなんかちょっと感じました。例えるとこう地の時代って集団行動みたい なんて言うんだろう、あの割と組織とかあと安定とかが重視されていた時代なので、あの大型船にもうすごい人数で乗って一つの目的地を目指しましょうみたいな流れ、横一線でみんなで一列で並んで足並み揃えて行くのが当たり前だよねみたいな時代だったのかなって思っていて、でも今の風の時代っていうのはもう各々がもうそれぞれの価値観でそれぞれのやり方で生きていくことができる、だからその大型船じゃなくってよりこう身軽で小回りが利くその小型のボートにみんながもう乗り換えて好きな場所に向かっていっている、それぞれがそれぞれの居場所で輝いてもう生きていける、そういうこう時代がやってきたんじゃないかなっていうことをちょっとそのニュースを見た時になんかふっとあの思ったんですよ、なので本当に自分の居場所もそうですし、自分の生きていくライフスタイルもそうですし、自分自身の価値観の中で自分が決めていく時代に入ってきているんじゃないかなって思います。その風ってそもそもすごくあのフットワークが軽いエレメントなんですよ。火と土と風と水の中で一番軽いのは風なんですよ。なので風の力って本当に物事を動かしていく力とか遠くに運んでいく力があるので、一番この風の時代っていうのは安定はないけれども、でもすごく流動的、変化に富んでいる、そして自由な時代なんだと私は思っています。この YouTube とかもすごくあの時代の象徴っていうかいい例で、例えばまあ昔からテレビとかですごく活躍されている歌手の方よりもこう一般でとか趣味でとかって配信しているこう歌が大好きでね歌を歌われてる方だったりとか作曲をされてる方の再生回数の方がなんかすごくあの伸びていたりだとかするのも、ある意味でその各々の価値観で見る側もきっと見ているので、有名だとか有名じゃないっていうこと関係なしにみんなが自分の居場所で輝いている、つながっている、またつながっていける、そんな時代が本当にこう到来しているのかなっていうことをあの感じています。でもう一つは
雑誌で見かけたことなんですけど、こんな時代が来るのかもなみたいな、なんかちょっとこうすごい風の時代のフットワークの軽さを感じたのが、あのね、多分芸能人の方だと思うんですけど、ちょっと名前ちょっと分かんないんですけど、すごいご年配の方で、私はお墓もいらないわって、でお葬式も最小限でいいし、財産も残さないって、そんなことにお金をかけるぐらいなら今この時を思いっきり楽しんで生きていたいっていうことをおっしゃっていた方がいたんですよ。だから貯金なんていらないみたいな、まあ、最低限のねっていうのはあるのかもしれないんですけど、その世間の常識とか型にはまらないその捉え方というか、で冠婚葬祭とかもなんか本当に忍びたいって思う方の場合は出席するけれども、付き合いでとかなんかそういう方の場合ははっきりもうお断りをするようにしていますっていう風にその方が書かれていて、その冠婚葬祭のあり方とかももしかしたら今後10年後とか20年後とかこの風の時代が進んでいった時にはあり方っていうのも変わってくるんじゃないかなって、その記事を読んだ時にすごい思いました。である方は、まあ、別の方なんですけれども、自分のそのお葬式になんかスクリーンで明るく皆さんにご挨拶をして明るくさよならしたいのって言ってる方がいたんです。でなんか今ってこう生前葬みたいのもなんかあるんですかね、なんかちょっとよくわからないんですけど、とにかくなんか明るくさよならしたい、それが夢ですみたいなことを語ってた方がいたんですよ。なんかそれを読んだ時になんか本当にこう今までの常識とかやり方とかっていうのが変わってくるんじゃないかって思いました。今って、まあ、本当にこう、まあ、お坊さんが来てお経を読んでみたいなのがごくごく世間一般だと思うんですけれども、なんかそういうやり方も今後変わってきて、本当に各々が自由なやり方で葬儀をあげるみたいな感じの時代が来るかもしれないなっていうふうにすごく思いました。はい、なんかそれが私が変化を感じたその2つ目で、あと3つ目はですね、すっごい身近なことなんですけど、その身近なことの中にもやっぱりいろんな選択肢があるんだなって感じたことがあって、まあ、子供が私今高校生で、数ヶ月前は、まあ、受験生だったわけなんですよ。中学校3年生で、でそのクラスの中に通信制の高校を選んだ子が何人かいて、なんかなんていうのかな、もうその若い世代の人たちの意識とか考え方もすごく変わってきていて、なんか一昔前だったら絶対こうなんていうのかな、全日制の高校に行くみたいなのがすごく当たり前だった時代だけれども、今って本当にこう自由で自分の好きなことを重視しながら通信制で高校卒業っていう資格を取得するとか、なんかそれでも全然なんか先生だったりとか周りの子たちも全然いいんじゃないみたいな感じで、なんか本当にやっぱり働き方だったりとか、まあ、そういう進路だったりっていうことに関しても本当に昔に比べたら選択肢もあるし柔軟で自由な時代がやってきてるんだなっていうことをなんかすごく身近で感じました。うん、だからすごくこの風の時代っていうのは自由であり、フットワークが軽くって、もう各々の居場所で輝いてまたつながって羽ばたいていける、そんな時代が本当にやってきてるんだっていうことをなんかこう肌で感じたこの5月6月だったなと思います。うん、やっぱり一人一人の意識がすごく軽くなってきているのかなってことを感じていて、まあ去年の12月って確か私
過去5年間における手放し完了形の月ですっていう風に皆さんに確かお伝えしたかなって思うんですけど、本当にその風の時代に大切なことって身軽になっていくことなんですよね。なので去年までのその3年間って過去3年間ってすごい手放しで皆さん来たと思うんですよ。私もそうでしたし、だから何かがきっと終わっていったっていう方もすごくこの3年間の中で多いでしょうし、本当にこういろんなことを手放してきたよっていう方が大なり小なりたくさんこう何かしらこうあるんじゃないかなって皆さん思います。でも風ってすごくこう何かを運んでくれる力が あるって、まあ、冒頭にもお伝えした通り、例えるとこのタンポポの綿毛ってあるじゃないですか。このタンポポの綿毛が風の力で遠くまで運ばれていくのはタンポポの綿毛がすごく軽いからなんですよね。だから風の力に乗って運んでもらうためにはどうしたらいいかっていうと、自分自身が身軽になっていく必要っていうのがこの時代すごくあって、こう重たいとどうしてもこう乗っていけないじゃないですか。その風に乗っかっていくには自分がこう身軽になっていくことがこう大切、楽になっていくことっていうのがすごくここからっていうのが大切なのかなって思っています。だから本当にその6月のテーマの人とのつながりっていうことに関しても楽な関係性ですよね。そう、自分がそのコミュニティにいてすごい楽だなとか心地いいなって思える関係性をここからこう再出発として築いていくっていうことがあるのかなって思っています。で、自分の居場所を築いていくにはまず自分の世界っていうのがすごく大切なんですよね。自分自身の世界を心地よく整えていくっていうことも、まあ、テーマとしては6月ってあって、そのために一旦こう立ち止まって過去を振り返るっていうことが起きてきます。で、私自身も結構5月あたりから過去をこう思い返す時っていうのがすごく瞬間瞬間に多くって、でも本当にこれは最近なんですけど、自分の過去に対しての受け止め方っていうのが最近すごく変わってきたなっていうことを自分自身で感じています。うん、私自身2年前に娘が天国に旅立っていったんですね。そう、小学校2年生だったんですけれども、で天国に旅立っていった時、その後のやっぱ本当に一昨年1年っていうのはやっぱりすごい辛かったですし、今でも寂しいですけど、今でもすごく、まあ、寂しくなる時もあるし、涙を流す時ももちろんあるんですけど、その本当にその亡くなって天国に帰った時の1年っていうのは、なんだろう、やっぱりあの時のあの瞬間とか過去を思い返した時にすごく喪失感のが強かったんですよね。なんか亡くなっちゃったものみたいな、今ここにはないもの、過去を思い出した時に今私には持ってないもの、終わっちゃったことで、やっぱり、まあ、娘と同じぐらいの年齢の子を見かけると苦しかったり、ちょっと胸がズキッと痛んだりっていうことも結構あったんですけど、まあ孤独感とかもありましたしね。で、でもこの3年間、まあ、2年間を通して本当に少しずつ意識が変わり始めてきていて、まあ、タロットを始めたっていうこともありますし、まあ、自分で言うのもなんなんですけど、本当にこの最初の天国に娘が帰った当時に比べるとすごく娘とのつながりっていうのを日々感じられるようになってきていますし、
本当に一緒に成長してきたなっていう感覚が私の中ではすごくあって、まあ、娘は天国なんですけれども、日々コミュニケーションを取る中で、すごいなんか一緒に成長してきてるなっていうのを感じています。で、なぜかなんですけど、最近こう過去を思い返した時に、前だったらちょっと苦しかったり、なんか自分、今の自分にはもうないものとか戻れない時間っていう風な喪失感のが強かったんですけど、今はなんていうか、過去も今と同時に生きているっていう風に思えるようになってきたんですね。で、なぜそういう風に自分が思えるようになったかっていうのは自分でもよくわからないんだけど、なんか先月あたりから、あ、過去も生きてるんだっていう風に心で思えるようになってきて、なんか魂って魂の中で過去と現在と未来がもう同時に存在している、同時に生きているってこう言われていて、なんかこう今生きている今と同じに、私が歩んできたその過去も私のこの胸の中で生きている、生き生きと今も生きてるっていう風になぜかふと思えるようになりました。で、それからはなんかちょっとこう、その過去を思い出した時にも喪失感みたいなものはすごくなくなっていって、私のあの時の精一杯だったなとか、そういう時期もあったなとか、楽しかったなとか、すごいやっぱり宝物だなとか、なんかそういう風に受け止められるようになってきました。それがすごく最近のなんか私の変化かなって思います。で、この6月って、過去を振り返る、立ち止まるっていう意味の中には、きっとこれから進んでいく原動力になっていくものがそこにあるから、だから今一旦こう立ち止まって、自分が歩んできたその真実のリアルなその道っていうのを今ここでちょっと振り返ってみる必要があるのかなって感じています。だからそれこそ、なんだろう、本当数十年前の卒業アルバムとかを見返してみるっていうのもすごくいいと思います。私も少し前に小学校の卒業アルバム見返してみたんですよ。で、中学校の時も見てみたんですけど、なんか卒業アルバムの最後のページにみんなからの寄せ書きみたいなのを書く欄があって、なんかこう読んでると、なんか自分って客観的に見たら周囲からこういう風に思われてたんだなとか、見られてたんだなとか、こういうキャラだったんだな私みたいなのが客観的になんかすごくわかるし、やっぱり自分ってこういう性質なのかもしれないっていう風に自分を知るきっかけにもなるんですよね、過去をこう振り返るって。やっぱ私って昔からそうだったんだみたいな、なんかそういうことを思い返してみたりだとか、ここ数年の間にあなたが頑張ってきたこと、それがなんか結果とか数字には出なかったとしても、でもそこに飛び込んでいった勇気ってすごいよねって、よくやったよって、自分をこうねぎらってあげる時間にもなりますし、精一杯の自分だったなとか、あの時の自分ってちょっと未熟だったけど、でもそれはそれで自分の可愛い精一杯だったなとか、過去をこう思い返すことって自分の癒しとか浄化とかねぎらいにもつながっていくものですし、なんかそこから勇気をもらえたりとかもするじゃないですか。こんなに頑張ってきたんだな自分みたいな、あの時は辛かったけど、でもそれを乗り越えてきたんだから、やっぱり改めて自分って強いんだなとか、
こんなたくましさもあったんだなとか、なんか一旦のこう原点回帰じゃないけれども、いろんな時を思い出してみるっていう時期にもこの6月っていうのは入ってくるのかなと思います。まあ怒りっていうとちょっと大げさですけど、これだけの、まあ、経験をしてきたんだから、やっぱりその自分の理想としてる場所にやっぱりたどり着かないと、まあ、自分の人生ちょっと納得いかないなみたいな、そういうこう反骨精神みたいなちょっと感覚ももしかしたら出てくる方もいらっしゃるかもしれないですし、その出てきた感情が何にせよ、多分ここから6月を経て7月に向かっていくための、それが結構原動力とか原点にもなっていく時期なんじゃないかなと思っています。でもう一つは、6月ってあの、まあ、知恵とか工夫とかっていう意味もあって、あとすごく6月って物質とかお金とか経済っていうことも意味しているので、結構現実と理想とあとその経済っていう狭間でちょっと葛藤しながら、でも自分なりに知恵とか工夫が見出されていくのもこの1ヶ月の中で起きてきやすいことの一つでもあります。ちょっとお金の使い方を改めてみるとか、何に自分はお金をかけたくって、どこだったら、まあ、節約していけるかなとか、なんかそういうことを改めて考え直していくのも6月ですね。なのでこう内面的にも結構現実的にもちょっとこう見直してみるみたいな時期に入ってきます。で、学びを深めるっていうこともすごくいい時期なので、過去にちょっと諦めちゃったこととか、そういったことに再チャレンジして自分のペースで今月ちょっと深く学んでみるっていうこともすっごくこの時期いいですし、なんかやりたかったけどできなかったことってあるじゃないですか。いろいろなんか家の中のこととかでも、例えば写真の整理だったりとか、どこかのお掃除だったりとか、まあ、それこそ休憩っていう意味もあるので旅行に行くとか、遊ぶっていうこともすごくおすすめですし、やるにやれなかったこととかっていうのをこの今のうちに、この6月のうちに少しずつでもやっておくと、7月スムーズに腰を据えて進んでいけるかなと思うので、6月はちょっと見つめ直す時期でもあり、やりたかったけどできなかったことをやってみる月でもあるのかなって思います。私もその学びを深めるっていう意味では、水彩絵を描いてるんですけど、その水彩の表現の仕方も少しずつ学んでいこうかなと思っていて、いつも私アクリル絵の具で描いてるんですけど、水彩ってすごく惹かれるんですけど難しいんですよね、やっぱり。でそれで過去に描いてみて、なんかすごい難しいなと思って、アクリル絵の具で描くようになったんですけど、ちょっともう一回初歩的なことから水彩表現も学んでいってみようかななんて、この6月っていうのは思っています。そんな感じの流れが6月なのかなと感じています。はい、ね、5月は皆さんどうでしたか？なんか結構5月も破壊的なことが関与している月だったので、なんかいろいろあったよっていう方ももしかしたらいらっしゃったのかなと思います。私も意識の中では本当に変わってきたなって感じる月でもありましたし、そんな風にね、こう気づかないうちにみんな成長してるんですよ。そう、ある日突然変わるっていうことはないけれども、ちょっとずつちょっとずつ植物のように、わからないけど、でもなんか気づいたら、あれなんか最近変わり始めてるなみたいな。そう、きっと皆さん先月の1ヶ月間、5月の中で結構意識的にもね、変化していったよっていう方が多いかもしれません。で6月はもう充電です。遊んで
ちょっとこう見つめ直して好きなこと学んでみたいな1ヶ月になってくるのかなって思います。7月に入ると動いていきますから、そう、運命の輪が動き出す前のなんか充電期間みたいな感じがこの6なのかなって思います。で、数比で言うと4なので、4って結構安定的な数字なんですよ。安定とか、まあ、守護っていう意味もあるので、結構今まで気持ち的に何かに対して割り切れなかった、ちょっとこう悩んでたっていう方は、多分この6月満月を境にはっきり決まってくると思います。数比4なので、先月は3じゃないですか。で、3って割り切れない数なので、でも4に入ってくると、だん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 気持ちも固まってくるじゃないかなっていうことも数比から見ると感じられます。はい、意識がすごく加速していく月でも今月あるので、なんだろう、おすすめとしては、あ、2つそうおすすめあります。そう、これも話そうと思ってたんだ。そう、で、1つおすすめなのがデジタルデトックスです。これは本当に私おすすめで、先月の新月の日にデジタルデトックスをしてみたんですけど、すっごい頭も心もすっきりします。デジタルデトックスってもう携帯を見ない、なんなら携帯の電源を切っちゃう、まあ、電源を切っちゃうっていうことがなかなか難しい方は、まあ、インスタグラムとかツイッターとかブログとか YouTube とか、そういう外の世界の情報を一切絶ってみるっていうこと、一日だけでもいいので、その外の情報を絶ってみると、すごく、まあ、自分の世界も見えてきますし、頭の中もすっきりしてきます。で、心のモヤモヤも取れてくるし、焦りっていうのも自然となくなっていくんですよね。自分の世界に入っていけるというか、なのですごくこれはおすすめです。あ、自分って今こういうこと感じてるんだなとか、あ、本当はやっぱり自分はこういう暮らしをしたいんだなとか、自分のこの本音が見えてきたりとかもしますし、なのでちょっと心がモヤモヤしてきたなっていう時こそ、ちょっと外の情報を一回立ってみると、自分と結構コミュニケーションを取れるというか、自分とつながりを感じられる時間にもなっていくので、これはすごくおすすめです。ぜひやってみてください。はい、もう一つのおすすめはドリームボードを作るっていうことで、私これ今作ってる最中なんですけど、なんか自分が理想としている、例えば目標としている場所だったりとか人だったりとか、まあ、ことだったりっていうのを字とか、あとは絵で描いてもすごくいいですね。で、写真を貼ってもいいですし、この場所でいつかこれをやりたいとかっていう目標がある方は、その場所の写真を貼っとくっていうのもいいですし、自分がこう見える場所に自分のこう理想っていうのを文字とか絵とか写真でこう書いて貼っとくっていうことをしておくと、その自分の目標がはっきりもしてくるし、よりこう叶いやすくなってくると思うので、そのドリームボードの作成っていうのもすごくおすすめなことの一つでもあります。まあそんなことをね、私もちょこちょことやっています。もう1年の早いもので6月ですから、上半期ですものね。早いですよね。はい、まあ、6月は私はアジサイが咲くのがすごく楽しみなので、アジサイが咲いたら、アジサイがたくさん咲いている場所に足を運んでみたいなと思います。はい、そんなこんなでいろんなお話をしてきましたけれども、最後まで聞いてくださった方、本当にありがとうございます。また次回の満月の夜のラジオの配信でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございます。おやすみなさーい。